皆さんこんにちは、大島図解の21回目です。で、前回からこの見せる図解の作り方という講座を始めました。で、前回はとりあえずのバーサスの使い方ということをやりました。今回はその続きです。で、アナロジーの使い方ですね。そうやってバーサスということで一応まあなんとなくこうある状況の構造が見えたと。じゃあそれを皆さんに説明するのにどういうような形で説明するのか、まあ、いろんな手法がありますよね。で、その中でよく使われるのがアナロジーですね。例えばまるでなんとかのようにとかっていう形で説明をするケースが多いですね。そのアナロジーですね、図解の形でご説明したいと思います。アナロジー、まあ例えばですね、 A は B のようだとかね、A 君はようだとかね、こういう形でこれの特質をこっちの特質で説明するという、肝心なのはここののようだということがですね、こう普遍的にみんな知っているような事柄に置き換えていくと、普遍的な共通値ですよね。ということで、この A の特質をより分かりやすく説明するというのが、まあ、アナロジーの一つの形。例えば菅さん、こう菅さん、カッパに似てないみたいな。菅さんってカッパみたいな。もし仮にこういうアナロジーがあるとするじゃないですか。じゃあこのアナロジーで何を伝えたいのっていうことですよね。で、カッパさんっていうのはまあ水の中から突然とかね出てきてとか、なんか暗いイメージですよね。暗いイメージで突然なんかやりそう、狡猾とかね、いうようなイメージがあったとしたときに、菅さんってそういう感じだよねっていう言いたいがゆえにこのアナロジーを使うということをやりますね。このアナロジーの場合に、前回はですね、ここに自民党がいて新しい新党がいてと、新党があってね、でそれでこう世論があって、この世論が一気にこっちへ行っちゃったと、本来こっちに行くべきものもこっちへ行っちゃったと、この動きがなぜ、こういうことをいろいろ説明をしたわけですね。この状況をですね、つまりアナロジーで説明するとどうなるかというのが今回のテーマですね。この2つのこれ曲ね、なんかこう世論をこう引っ張る、ここに力があって、この世論が力のある方に引っ張られていくとすると、これって何かに似てないですかっていう話ですよね。もしかしてこれってさ、磁石じゃないっていうふうに、これが S 極で N 極でとかね、でそれでこっからこう磁力が出ていって、セロンという砂粒がこっちへ一気に引っ張られたと。じゃあこっちの磁石がこれは強いと、でこっちが弱いという現象なわけですよね。じゃあなぜ自民党の磁石が強くて新党の磁石が弱いんだろうというところになりますよね。これがまたなぜとなります。で、こっから次のステップに行きましょう。じゃあ磁石のアナロジーでいきましょうか。一つは自民党の方の磁石がでかい、ね、これが新党ね、新党の方の磁石のこれがちっちゃいという仮定にしましょうか。じゃあなぜなんだと、ここにこう砂粒があるわけです。これがこっちもちょっと行っちゃうけど、もうこっちにほぼ行っちゃう、そういうことですよね。この違いは何だっていうと、やっぱりですね、この引きつける力ということが違うんだろうなと。じゃあその引きつける力って何なのっていう話ですよね。それはカッパのおじさんとかさ、それから石破さんとかね、岸田さんとかね、とりあえずここでバーサスだったでしょ。バーサスで一応論戦やったわけですよ。ここでその戦いっていうのはマスコミにもどんどん出てね、
ニュースになって、まあみんな、はあそうなんだっていう感じになったわけですよ。この砂粒くんたちがね、自民党の中でも結構論戦があって戦いがあってという話になったところ、こっちは玉木くんがこの枝野くんと、まあ一応バーサスはしたけど、まあ大したことはない、戦いでもなくてなんか馴れ合いだよね、だから全然弱い、ここの戦い自体が全然弱い、ましてやこの元ね民主党の人たちたくさんいますけど、内輪でなんかやってるけど、その何をやってるのかちっともわからなくて、ここ自体がこの引きつける力が全然弱い。ところが残念なことに、この人たちは自分たちが引きつける力がないっていうことを自覚してないんだよね。で枝野くんは偉そう、これを砂粒くんたちはみんな見てて、本来だったらこっち方にいる人たちもこっちに行っちゃう、本来はこっちに行かなきゃいけない人の砂粒が本当にわずかだけどこっちへ行っちゃって、体制はこっちになだれ込んじゃったという構造ですよね。問題はだから、この人たちの発信する力が、磁力があまりにも弱いっていう、こういうことが言えるのではないでしょうか。やっぱりいい悪いではなくて、この権力でもいいよ、でもこの真剣に戦っているところには磁力が生まれるっていうことですよね。慣れ合いで適当にやってるところはやっぱり磁石が少ない。で、人々は、砂粒くんはそういう強い力のところにやっぱり惹かれていくっていう。これはもう物理現象のようなもので仕方がない。なんとかここをね、この人たち、自分たちも真剣になって、慣れ合いじゃなくて何かやってほしい、頑張ってほしいな、というふうに思います。これをもうちょっと分かりやすく書いたものが、こういう形で表すこともできるかなと思います。一番目が、自分たちが磁力がないんだけど気がついてない。だけどまだ偉そうだよね。で、コロナですね。コロナの時に安倍政権はいろいろ失敗したんだけど、その間野党何にもやってなかったってみんな知ってるわけですよね。何言ってもダメよねって。あと4番目、僕は大きかったなと思うのは、石破さんがね、やっぱりそれなりにちゃんとビジョンを持って、それで自民党の中で自民党の良識として戦ったっていうことが、逆に自民党に対する信頼感を増したんじゃないかなというふうにも思います。それと当然ですけど、安倍君の僕病気だからの同情票もあったと、でセロンという砂粒がこっちへ流れたということではないかなと思います。というのが、この一つのアナロジーとしての、この前の自民党の安倍政権が7割支持をしたその構造ではないでしょうか。いかがでしたか。ちょっとですね、前回のバーサスなんですけれども、結構あれも奥が深くて、まあ一回ぐらいじゃちょっと終わんないんで、もう一回バーサスに関してその使い方、例えば自己分析とかですね、そういったことにも使えるよということで、そのバーサスの世界をもうちょっと一歩踏み込んでみたいと思います。よろしくお願いいたします。